はい、日本最初の感動でございます。竹の内街道中だからね、今綺麗に石畳されてるんだけどね、竹の内街道交流館、ここやね、無料休憩所でございます。交流館をちょっと撮らせてもらおうかね、何があるのかね。ああ、なるほど、名所旧跡がいる。あら、これなんだ、まあ、ちょっとだけ日本最高の観音を歩いてみましょうか。なんだ、観音さんか、なんだろう、花崗岩、高徳天道陵から500メートルぐらい歩いたらね、道の駅大地があるんだけど、これなんだ、ここ川降りれるの、この川の名前なんて川やろ、飛鳥川ですか、石川じゃなくて、飛鳥川、飛鳥川ね、これ、この川ね、飛鳥川、あの橋は何橋ですか、名前は、名前はないすいません、すいません、ありがとうございます、効果があったらね、はい、ありがとうございます、はい、ごめんなさいね、はい、これ飛鳥川でございます。今ちょっといろいろ聞かせてもらったんやけどね、綺麗な水が流れてます。で、これ渡ってね、行けるらしいんだよ、これちょっと車行かねんか、これ車通った後ないね、これいいですよ、これもともとね、田んぼだったらしいですけど、ね、今ね、お話聞いたんだけど、でも耕作ね、放置されたんで、こんな感じになってるんやって、僕は道の駅からずーっとちょっと下ったとこやけどね、はい、ここ高い、ここ高いよ、これ3、4メートルありますわ、これね、行ける言われたけど、行けんのかな、あ、ここ行けんだよ、このことやろな、どの辺でできたんだろう、これな、これは一応ね、あぜ道があるから行けるんですよ、これやっと分かりました、場所がどこか、ここね、ここで出てきましたか、これちょっと後ろまで振り返るとね、こんなんですよ、これ昔の環道と今の国道166号線の間ね、飛鳥川が流れてるんだけどね、こんな広いんですよ、中ね、なんかいつも車走ってるとね、さーっと走ってるもんで、ね、狭いかなと思ってね、非常に広いんですよ、これね、どれぐらいだろう、100メートル以上あるから、この間ね、で中に飛鳥川が流れて、でここは道路としてね、まあ道路じゃないけど、これあぜ道道路としてね、使えるんで、ほら、ちょっと歩くの怖いね、これは。どっちがいいかな、右歩いた方がいいかね、これ。これ国道166号線でございます。急ぎましょう、急ぎましょう。歩き場には作ってないから怖いね。こんなんやもん。怖いわ、狭いわ、これは人が歩くことは想定しないから、もうむちゃくちゃやで、この道、後ろからトラックが来てるわ、怖い、もうちょい、あと 100m 以上か、ちょっとここで待っとこうか、車が来た、そう、行かせてもらう、怖い怖い、行かせてもらう、行かせてもらう、あ、バスが、あ、怖い怖い、歩かないのよ、こんなの全く歩けんがね、これ、あんもんって感動から脇それたらね、危ないですわ、やっぱり竹の字街道をずっと上がってね、そして道の字帰ってこないと危ないです、ものすごいこの何百メートルぐらいやけどね、トラックは怖い怖い怖い、バス、今だ、いい船、今だ、いい船、
帰ってきました。いやー、生き返ったよこれ。大変。はあ、道の駅大津大使、大津飛鳥の里大使、はい、帰ってきました。はい、ありがとうございました。